国定教科書とは、教科書、教科用図書の編集、発行などの権限を国家が占有する制度である。あるいは、政府が全国一律に発行、配布する教科書も指す。現在、国定歴史教科書を採用している国は、タイ、マレーシア、イラン、ミャンマー、ロシア、トルコ、キューバ、リビア、北朝鮮などである。 日本では1903年から1945年にかけて採用されたが、戦後は検定制に移行した。韓国では政権交代によって復活したり廃止されたりしたが、現在は2017年に誕生した文在寅政権によって再び廃されることとなった。中国では1980年代後半まで採用されたが、現在では 教科用図書検定制度を導入している。国定教科書の制度は、すべての学校における学習者に対して、同一教材を配布することなどを目的としているが、教科用図書に関して、決定を行う行政機関の意思が反映され、それが、教科、社会、特に歴史教育に現れると極端なナショナリズムの増長につながりやすいと言われている。その結果、 自由な歴史研究や議論を封殺し、偏った歴史観を学習してしまう恐れも可能性も指摘されている。教科用図書検定の制度が記述の誤りを正す立場ではなく、行政機関が児童、生徒に配布したい図書に対する記述のあり方を強く示唆する検定を行うと、国定教科書の制度に近づくと考えられる。日本において国定教科書というと、 日本でかつて文部省が発行し、全国一律で用いられた小学校用の教科書を指している。1872年に義務教育制度が始まった頃は、検定済み教科書が用いられていた。しかし、教科書疑惑事件の発生を受けて、国定教科書に改められた。以下、山積正美著、教科書より、教科書制度の変遷を振り返る。 教科書に対する国家統制は自由民権運動の公用とそれに対抗するような教育政策の反動化という形で進行した。改新制の次の認可制は時間がかかり授業に差し支えて不便という声をもとに検定制に切り替えられた。数年後、教科書会社と採択側の教育関係者との間で増収祝が行われているとして、 三十数件百五十七人が検挙されるという大事件が発生した。政府はそれを後期として教科書を国定制に切り替えた。日本国憲法下では文部省検定済み教科書を基本とし、文部省検定済み教科書の発行が困難である場合に文部省著作教科書が発行されるという状況となった。現在でも一部の教科用図書において、 文部科学省著作教科書があるが、これが国定教科書に該当するかどうかは、見解が分かれている。2013年6月、自民党教育再生実行本部教科書検定のあり方特別部会は、いわゆる自虐史観に基づく教育を止めるための教科書法の制定を盛り込んだ、中間まとめを提出した。学校教育法施行規則によって、 初等教育の過程において、英語が必須化された時を踏まえて、日本全国において共通教材を使用することが検討されている。文部科学省が全国共通教材英語ノート試作版を公表し、心のノートのような福徳本としての扱いになるのか、どうかは未定である。公立の小学校、公立の特別支援学校においては、英語ノートを使用することが、 文部科学省から都道府県及び市町村の教育委員会を通じて強く指導される可能性が高い。1982年、日本の新聞が歴史教科書検定を誤報したことから中国が反発し、その結果、日本政府は宮沢紀一内閣官房長官談話を発表し、今後、教科書編纂にあたって中国や韓国などに配慮する、 近隣諸国条項を創設した。韓国では、初等学校のすべての教科、中学校の国語、国史、道徳及び高等学校の国語、国史で、国定教科書が使用されている。高等学校の韓国近現代史については、検定済み教科用図書が使用されている。ロブ元政権が2007年に、国定制度の廃止を決定し、2010年度から、 中学校と高等学校では国定教科書は使用されなくなった。2008年には韓国でのこれまでの歴史教科書は民族主義的で左翼的な反政府運動が中心に描かれ実際の多様な韓国史を反映していない単純で偏狂な主観であったと批判して日本統治時代には公日独立運動だけでなく経済発展や近代化など肯定的な面や また、戦後韓国でも、北朝鮮の侵略から国を守った、李正万大統領、高度経済成長を実現した、朴世紀大統領の時代を高く評価し、韓国の発展の明るい面を記述した、新しい歴史教科書が登場した。この教科書は、李久志薫ソウル大学名誉教授らニューライトによる、研究組織、教科書フォーラムが編纂したもので、高校の選択科目、 韓国近現代史で使用される予定のものであったが実際に使用されるには政府検定が必要である。韓国では高校選択科目、韓国近現代史以外に中学高校向けの国定教科書、国史があった。しかし、ニューライトと強いつながりを持つ僕国政権になってから北朝鮮に同調するような内容で変更しているものが多い。 歴史を正しく学ばなければ、魂が正常でなくなり、文化的にも歴史的にも他国に支配されるかもしれないなどの理由から再国定化を目指す動きが起こり、革新派は維新時代へ逆行する歴史教科書国定化であると批判している。その後、2015年10月12日、韓国政府は韓国史の教科書を再び国定化することを発表した。 新しい国定教科書は2017年の入学生から使用される予定であった。しかし、実際に採用した学校はほとんどなく、さらに2017年の政権交代によって誕生した文在寅大統領は選挙中の公約であった国定教科書廃止、検定制度の復活を指示したため、国定教科書が日の目を見ることはなかった。ありがとうございます。